5人の前座の日、5人の前座の日か、じゃあ神手かな、神手がいいかも。準備にかかります、頑張って。4時起きでよく寝たりしなかったね。最近なんかあんまり寝なくても大丈夫なんだよね鼻水が刀剣狙う、頑張って、応援応援おはよう。リハーサルは順調？順調か分かんない順調か分かんないけど順調かも。楽しいよ。アナちゃん初めてのコンサート楽しみだね。そうなの、めっちゃめっちゃ楽しみ。私今までコンサートってかツアーとコンサート2回くらい拝見したことあるんですけど、マジで本当になんか輝いてるしステージの上がめっちゃ、それを見てやっぱり入りたいなとか思ったので、やっぱりって言い過ぎだね。あのちょっとめっちゃ楽しみです本当に。行ったことある？あの未完成の未来のツアーの新潟のとかと、あと去年のサマコン劇場と違う楽しさあるね。いやそうだよね、劇場の良さとコンサートの良さがあるから本当に楽しみですよ。でも泣いちゃいそう、なんか泣いちゃいそうだよな。普通にあのお昼のスプリングコンサートでも泣いちゃいそうだし泣いたらメイク崩れるから直さないと。だってステージ上ティッシュないからこうやって拭くのもできないじゃん寂しいよ。流れるがままにやだどっちも綺麗なまま出たいじゃん。今って受付してるんだっけ、一般受付。うん、今日の23時59分までみんな予約ってか応募しましたか当たったらぜひ会いに来てね一般申し込んだわ、当たりますように。昼間よりも先行で確保しました。おめでとう、すごいね倍率があれなのに。先行で昼夜当選、先行昼夜当選多いんだね、すごい。まなちゃん朝からかわいい、ありがとう外れたらもっと泣く、泣かないで。そうだよね、仕事でコンサート行けず悲しいです、寂しい。会いに来てねぜひね。最善は外れやすい、やっぱそうなのか。会場でぜひ見れたら、サイリウム景色綺麗だよな、絶対そうだよね、綺
黄色と水色がババ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 めっちゃ綺麗。よく僕も先行で席確保おめでとうおめでとう。アンナちゃんの推しさん見つけてね。見つけられるかな私、目悪いんだよね結構それもそうだけどさ、4期生の振ってくださる方いるのかな。基本日向さんのファンがさ、日向さん応援してる方々が入りそうな気がするし、もうねその一日は本当に黄色水色をね振っていただければなと思います。楽しみですよアンナちゃんって花粉症？え、なんかさ私今までちっちゃい頃はそんなことなかったんだけど、めっちゃ最近花粉症っぽいんだよ。まあ慢性アレルギー性鼻炎で慢性鼻炎なんだけど姉妹揃って目が悪い。私の方がちょっと悪い。お姉はね裸眼でもいけるけど、私裸眼だとほぼ何も見えないからコンタクト入れてる。花粉症一度なったら毎年なる。やっぱり去年ぐらいからね、ミヤキャプテンが後ろ姿見てるとアンナちゃんとお姉さんが似てるって言ってた。あ、それ見たそれ見たよ。なんか目正面はそんなに似てないけど、あれ後ろ姿めっちゃ似てるって、なんかマネージャーさんにも言われたんだよね。スタッフさんとかに言うのかと思ったとか言って髪切ったからかも。なおさらなんか同じぐらいだし、今長さが。そういえばフォロワーさんが1300人をいつの間にか突破していたそうで、ありがとうございます。本当に皆さん早い。1000人行った時も気づかなくてなんか配信で言うの忘れたんですけど、1329人。すごい、ありがとうございますいっぱいいっぱい。ありがとう。これ言おうと思ってたんだ、なんか2回前ぐらいの配信の時に、あ、そうだ1300人登録ってかフォローしていただいたからお礼言わないとと思って、なんか違う話に夢中になって結局2回ぐらいね言わずに終わっちゃったんですけど、やって言えた、おめでとう、ありがとう。あまりメモリアルや記念日は気にしない。いや結構気にするんだよね。あ、この日何々があったとか、なんかスケジュール帳みたいなさ、カレンダーにも結構予定ボコボコ入れてる人だから、うん、すごいありがとう目が開かない。そうカラオケ配信とかもさしたい気持ちはあるんだよめっちゃ、けど鼻づまりだからどうかなとか思ったりもするんだよねカラオケねしたくて、けどなんか時間配分がねうまくいかなそうだからあんまり手を出せてない。歌ってるよね4期も、コマとかジュナとかももちゃんとか歌ったりしてるけど、私1曲歌ったらめっちゃ歌っちゃいそうだしさ、なんか、うん、迷ってる今まだ。タイミングを見てって感じかな。一
日一曲止まれないよ、一日一曲一回歌ったらもうずっと歌うから、もう1曲くらいならね。そうなんだよね、2曲とか1曲寂しくてもっとどんどんこう歌いたいのに足りないから時間が。マイク離さない、全然離さない。あとね、有線のイヤホン買わないとないんだよね。なんかワイヤレスは持ってたけど、なんか洗濯しちゃった、一緒に、あの服のポケットに入れたまま洗濯しちゃって壊れた。有線のイヤホンを買わないとできないので、ちょっと待っててください。だから急に明日とかはできないけどめっちゃ気に入ってたのは、なんかほんとちっちゃくてこのぐらいのなんか丸っこいイヤホンケースとかでめっちゃ可愛かったのにさ、洗濯しちゃったよね、ミスった。パパに買ってもらってお願い、パパお願い、買ってイヤホン買って、あとモバイル充電器も買って。みんながいるとこでさ言ったら買ってくれるかも。ちょっと本間ひなたやめてくださいよ、やめてくださいよ、失礼だよ本間ひなたさんに。そうモバイル充電器めっちゃ欲しいんだよね。なんか携帯変えてからあの使えなくなっちゃって、一個前に買ったやつが。パパ起きてるの？起きてると思う、仕事あるし。買ってね、プライベートで行っても買ってくれないからさ、みんなの前でお願いしたらこう買ってくれましたって見せるために買ってくれるかも、もしかしたら。買って買って、イヤホン買って。見てるかな、え見てなかったら意味ないよね、みんなの前でただおねだりしてるだけだよね。ああプライベートではダメだね、自分で買えって言われるから。可愛い子お願いしてみたら、買って。怒られるんだけど。イヤホン買って。やめて、なんか恥ずかしくなっちゃった、こういうのやる人じゃないのにね。笑ってるし、えなんか笑うならもうやらない、もうやらないよ、ごめんね。笑わないでお願い、真面目に真面目にやったから。真面目におねだりしたので笑わないでください。朝のテンションじゃない、もうね起きてから3時間ぐらい経ってるからね、さすがに元気だよね。おかわりしません、あげない、おかわりあげない。もう一回すると買ってくれるかも、あもうやらないよ、作戦じゃんそんなの。やらせようとしてるだけでしょ。朝ごはんできたのでお先いただきます。何食べるんですか朝ごはん。朝ごはんあんまり食べる日と食べない日あるんだよ。こっそりスクショしちゃいました、やめてよ。やめてよ、やめてよ、今一瞬だったから絶対事故がでしょ、事故がは絶対に SNS に載せないでください、ダメです。わっかわいいってやつだけお願い。半目とか載せないでね。
わあ、朝ごはん食べない派と食べる派がやっぱ、私食べた方がいいとは言うよね。なんか SNS に載せるときはいつも厳選してます。え、厳選ってさ、自己がも取れちゃったってこと？自己が取れちゃった。自己がはみんな消してね。写真フォルダから消すんだよ。いらないからね、可愛くないやつ。半面はフォルダ放送やめて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 ください、消してください、お願いします。お姉は NG なし。私はあのダメダメ、お姉は良くても私はダメ。可愛いやつだけ残して。消さないとなんだ、当たり前でしょ。半目誰得？お姉はいいんかい。え、お姉いいの？いいでしょ。58分、ありがとう。58分ね。あ、なんか最近やってなかったから12個スクショやろうか。ね、この前白目やってた。バカみたいだね。アイドルだよ一応彼女も。はい、いいよ。これメールにも載せた、両手でできる。終わり。おねだりポーズ買ってのやつ買って。パパイヤホン買って。はい、終わりね。メール LINE 来てないかな。配信終わったら買ってあげるよっていう連絡待ってるね。お願いね、パパ。はい、59分ですので終わりたいと思います。このあと中学生たちがね、コマとか、コマやるっけ、コマやらないっけ、葵ちゃんとハラちゃんがやるのか見てね。じゃあね、今日も頑張ってね。無理しない程度にゆっくり頑張りましょう。じゃあね。